はい、アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型レヴォーグ専用の手軽に愛車を傷から守るカット済みプロテクションフィルムを紹介します。はい、このカット済みプロテクションフィルムですが、すでにこの新型レヴォーグ専用は各所ラインナップがあります。前の動画で詳しく紹介している動画がありますので、まだご覧になっていない方はですね、この動画の説明文、概要欄に動画の URL を記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そのカット済みのプロテクションフィルム、今回紹介するのは、はい、このボンネットになります。大きな商品になります。このカット済みのプロテクションフィルム、一体どんな特徴があるのかというところなんですが、最大の特徴は何といっても表面についた傷。これが熱によって自己修復する。こういった大きな特徴があります。ではそれは実際にどんなものなのかと言いますと、なかなかですね、この映像で傷が消える状態伝えるのが難しいんですけれども、別に収録した動画がありますので、はい、こちらをご覧ください。これはですね、今回紹介するプロテクションフィルムと同じ性質のツヤありの黒のプロテクションフィルムになります。これをアクリルの板に貼った状態ですね。そして手に持っているワイヤーブラシ、これで表面にたくさん傷をつけている状態になります。はい、ここに、はい、ヒートガンで熱を加えますと、はい、このように傷が消えてくれます。スーッと消えていっています。もう一度ご覧になっていただきましょう。はい、こちらです。この矢印のところの傷、これがですね、熱を加えるとスッと消えていきます。はい、このように熱によって自己修復するというのが大きな特徴になります。映像では強制的に熱を加えて消していますが、これがですね、気温によってじんわり消えたりしていきます。ですので、夏の暑い時には気温が高いので、傷が消えていっている状態になります。こういった形で何もしなくてもついた傷はいつの間にか消えてくれるということになりますので、まさに傷知らずという状態になります。このプロテクションフィルムをですね、このレヴォーグ VN 専用で特に傷のつきやすいところに重点を置いて、しかもカット済みにして手軽に貼り込みができるようにした商品。これがカット済みプロテクションフィルムになります。今回紹介しますこのボンネットのカット済みのプロテクションももちろん同じ性質のものになります。まだこちらは施工していない状態になりますが、最初に申し上げますと、このカット済みプロテクションフィルム、バリエーションが透明タイプ、それから今回紹介するのが透明カーボンのタイプになります。カット済みではこういったバリエーションになっています。そしてこのカット済みのプロテクションフィルムはもちろん通信販売でご購入が可能になります。商品の詳細は動画の後半でご説明します。さらにですね、このカット済みのプロテクションフィルム以外、例えば透明と透明カーボンとあるんですけれども、これ以外にいやいやカーボン調にしたいよ、もしくはツヤありの黒にしたいよ、そういったご希望もあるかと思います。こちらはですね、カット済みでのご提供はできないんですが、ご来店が可能であればこのボンネット、それ以外でもルーフですとか、こういったところに施工することが可能です。こういったカスタムをご希望で、ぜひ施工したいなという方はですね、ご来店が可能であれば、ザッキーがしっかり施工させていただきますので、ぜひお任せいただければと思います。それでは今回紹介するこのカット済みプロテクションフィルム、このボンネット、一体どんな商品でどのように施工していくのか、このあたりを詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、こちらが実際のボンネットのカット済みプロテクションフィルムになります。このようにですね、まず大きな形、これがボンネットの形状になります。こちらが前側ですね。こちらがフロントガラス側になります。そしてここ、この部分がボンネットスクープ。そこを逃げるようにカットしたものになっています。もちろんここはですね、別にカット済みでラインナップします。今回の当店のデモカーは、ボンネットスクープはグロスブラックカーボンシートを貼り込みしていますので、今回はこのボンネットの部分だけの貼り込みをしていきます。では実際に施工していきます。
はい、それではボンネットプロテクションフィルム貼り込み完了後になります。今回ですね、動画でご説明した通り透明のカーボン柄タイプになっています。少しマットな仕上がりになっています。透明に見ると白ですが、映像でわかるでしょうか。はい、近づくとですね、このようにカーボン柄になっています。ホワイトカーボンのような感じですね。はい、今回のこの透明カーボンタイプの他に透明プロテクションフィルムのタイプがあります。この2種類は通信販売で購入後発送が可能な商品になっています。これ以外の商品については店舗の施工のみですから、ブラックカーボンシートですとかグロスブラックカーボンシート、ピアノブラックシート、それからフォージドカーボンシート、こういった商品は配送不可になっています。商品ページ詳しくご覧ください。はい、では全体的な状態をご覧いただきます。はい、近づいてみます。このようにボンネットの形状にカットしてますので、このボンネットのラインの通りに収まるようになります。ヘッドライトのこういったところのカーブもカット済み、これ巻いていません。で、このラインでカットされています。そして真ん中くり抜いていました。はい、このボンネットスクープのところですね、こちらもこの部分でカットされています。ぴったり収まるようになっています。こういった形でカット済みになっていますので、巻き込んだりですとか、こういったところではみ出したものを切ったりですとか、そういった作業がありません。これがカット済みプロテクションフィルムの特徴になります。はい、それからですね、このプロテクションフィルム、傷を自己修復する、そういった機能のほかに紫外線を低減する効果もあります。そしてもう一つが優れた撥水性を持っております。今ここにですね、ハンドスプレーがありますが、ここに水をかけてみます。ボディが白ですので分かりにくいかもしれないんですが、はい、このようにお分かりでしょうか。少し多めにかけてみます。はい、このようにですね、とても撥水性に飛んでいます。水がコロコロと転がっていくと思うんですが、このように細かい霧吹き状でもこのように水が転がっていきます。この撥水性に飛んでいますので汚れがつきにくい、そういった特徴もあります。あとはですね、例えば洗車後などこういった撥水に飛んでますので、一吹きすれば、はい、このようにきれいに水が切れます。はい、このプロテクションフィルムのメンテナンスなんですが、基本的には通常の洗車のみで大丈夫です。例えばコーティング専用のカーシャンプー、そういったもので常にきれいにしていただければ、基本的にはノーメンテで大丈夫です。なんですが、このプロテクションフィルム専用のメンテナンス剤があります。それがこちらです。こちらはプロテクションフィルム専用のコーティング剤になります。こちらをですね、常にやる必要はありません。例えば先ほどのような撥水の状態、こういったものが弱くなってきたなですとか、このデモカーのレボーグ、ここヘッドライトのプロテクションフィルム透明タイプを施工してあるんですけれども、この表面が少しガサガサしてきたなですとか、そういった時はですね、こちらを使用していただくとプロテクションフィルムの状態が保てます。使い方はとても簡単で、まずは車をきれいに洗車をして十分に水分を拭き取ります。その上でこちらミスト状になっておりますので、このキャップを外して、こういった柔らかいウエスにこのように含ませます。あとは塗り込むように拭き上げるだけです。場合によってちょっと量が多かったなっていうような時はですね、別に乾いた布でもう一度拭いていただけると、これで表面がすべすべになっていい状態になります。こちら透明のプロテクションタイプにももちろん使えます。このように塗り込むように拭き上げるだけです。はい、今反対側の乾いた方で拭いてますが、もうウエスの滑りが違います。このようにですね、専用のコーティング剤、こちらも当店のホームページ、オンラインストアで販売しております。商品と一緒にご購入も可能ですので、よろしかったらこちらもご活用いただければと思います。はい、このプロテクションフィルムの施工なんですが、この
商品のプロテクションフィルム以外に必要な道具があります。それがですね、脱脂に必要な脱脂剤、このブレーキ&パーツクリーナー、こちらを使用していますが、こういった脱脂剤、それから施工の動画でもありましたが、洗剤水をこの対象箇所とフィルムに吹き付けておりました。動画の中では今回ボンネットで広い面積になりますので、大きなスプレーヤーを使用しておりましたが、この洗剤水を吹き付けるために必要なこのハンドスプレー、こちらに中性洗剤を水で希釈した液体を入れて施工に使います。直接はこのプロテクションフィルムは絶対に張り込みができませんので、こういった洗剤水を用います。そして最後、水抜きに使う、こちらはシリコン製のスキージーです。ゴム製でも構わないのですが、こういった表面が柔らかいタイプ、こちらを使用しています。はい、この3点ですね、こちらの張り込み用のグッズは当店のホームページ、オンラインストアから購入が可能になっております。もしご自身でご準備ができない場合は、こちらも合わせてご購入が可能になっておりますので、ご利用いただければと思います。はい、今回の動画、新型レボーグ専用カット済みのプロテクションフィルム、今回はボンネットをご覧いただきました。いかがだったでしょうか。冒頭でもお話ししましたが、この今回のボンネット以外にも、この新型レボーグ専用のカット済みプロテクションフィルムはたくさんラインナップがございます。ヘッドライトのプロテクションフィルムですとか、乗り降りの際についてしまう傷を守るドアステップですとか、今ここにもありますが、この STI のサイドスカート、こういったところのプロテクションフィルムたくさんラインナップしています。詳細はですね、ぜひ商品ページをご覧ください。はい、今回紹介しましたこのボンネットプロテクションフィルム含めて、こちらの商品は当店のホームページ、オンラインストアから購入が可能になっております。商品ページはこの動画の説明文概要欄に記載してあります。スマートフォンでご覧の場合には、今ご覧になっているこの動画の下の方にタイトルがございます。そのタイトルをタップしていただきますと、この動画の説明文概要欄が表示されます。そちらにですね、商品ページの URL を記載してありますので、気になった方はぜひ商品ページチェックしてください。 URL をタップしますと閲覧が可能になっております。はい、そしてこのプロテクションフィルムでラインナップしているアイテム類は、他のシートバリエーションが選べるようになっております。今回のボンネットのように場所によってラインナップが異なりますので、詳しくはですね、商品ページをよくご覧になってください。そして今回紹介しましたボンネットはですね、動画の中でも説明しましたように、今回のこの透明のカーボンタイプ、それから透明のプロテクションフィルムタイプ、この透明プロテクションフィルムはですね、このヘッドライトに張り込みしていますように、施工すると純正のまま何も変化がない、見た目わからなくなります。ですので、見た目はそのまま、しっかり傷を防止したい方はこの透明タイプをお勧めします。少しこういったようにですね、カスタム志向をお持ちの方はですね、こういった透明のカーボンタイプ、今回このデモカーはボディカラーの白、こちらに施工していますが、例えばブラックに施工しますと、そのまま下の黒が出ますので、これはですね、もう必然的にブラックカーボンの状態になります。こういったようにボディカラーを透過しますので、 WR ブルーパールの場合には WR ブルーパールのカーボン調になります。ですので、こういったカスタム志向も楽しめますので、そういった方はぜひご利用いただければと思います。そしてそれ以外の、例えばここに今グロスブラックカーボンシートを張り込みしているこのデモカーなんですけれども、こういったシートで施工したいという場合には、こちらはですね、通信販売での配送は不可になっております。店舗の施工のみで対応しておりますので、こういった状態でボンネットも施工したいという場合には、店舗作業限定でラインナップしております。こちらはですね、ボンネット以外でもフェンダーですとかルーフ、こういったところも可能ですので、ぜひご利用いただければと思います。はい、もちろんですね、今回のこの透明プロテクションタイプ、配送が可能な商品、こちらでも当店での張り込みは受けたまっております。透明プロテクションフィルムタイプだけれど施工していただきたいな、そういった方はですね、同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますと、こちらから施工料金を含めた合計金額のご案内と作業の日程のお打ち合わせを含んだメールを送らせていただいております。はい、当店は長野県松本市に所在しております。
最寄りの塩尻北インターからお店までの道のりを当店のホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。はい、今後もですね、こういった車種専用の新商品ができましたらば、このアクアチャンネルで随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。